はい、ネイティブインストゥルメンツマッシブ X の解説第4弾となります。今回はオシレーターセクションとも関係性が深いこちらボイス、そしてノイズやフィルターエフェクトについて確認していきたいと思います。まずはボイス、オシレーターと密接に関係している重要なセクションです。この部分グローバル PB ピッチベンドの変化幅を調整できます。例えば今このシンセフレーズ、ピッチベンドが最低値まで下がる設定にしています。この最低値が何半音下か、逆にですね何半音上かというのは必ずソフトシンセ側で設定を行います。今ですとダウンがマイナス2、この最低値はマイナス2半音ということになります。これをマイナ12としますと、ピッチベンドが下がりきった時1オクターブ下のサウンドが鳴るということになります。この部分をグローバルピッチベンドから調整可能です。そしてシンセのサウンドメイキングで非常によく使うのがこのユニゾンですね。実際に演奏されているの音を2、3と重ねていくことができます。必ず覚えておくべきものがこちらポリトンモノの概要ですね。和音で演奏したいといったときは必ずこのモードをポリにします。こちらモノですと必ず一つのノートです。この部分後にベースサウンドでも触れていきます。まずはポリにしまして、こちらボイスですね。現在のミディノートは同時発音数が最大で4和音です。そのためこのボイス数8でカバーできますけども、演奏内容によっては同時発音数が8を超えてくるという場合もあるかと思います。そういった時はこのボイス数を上下ドラッグして同時発音数を調整することができます。この部分必ずチェックするようにしてください。この設定終わりましたら他のパラメータ見ていきましょう。まずこのステレオウイルス、現在重ねたノートが左右に広がります。値が左で効果なし、上げれば上げるほどサウンドがワイドになっています。簡単にサウンドを左右に広げることができますので、とても便利な機能かと思います。続いてこちらスプレッド、重ねたノートのピッチをずらしてサウンドに広がりを与えるというものです。値が一番下で効果なし、上げていきますとピッチのズレが大きくなっていきます。このようなサウンドよく聞きますね。さらに高くしていきますとこのような半音のズレになりますので、このあたりでいいところを探していくという形です。またこのスプレッド部分クリックしますとワイドとありまして、最大1オクターブでピッチを広げることができます。値が0で効果なし、上げていきますとなります。これをこのようにエンベロープで動かすというのも面白いかもしれません。のような形ですね。そしてマッシブ X からこちらハーモナイゼーションという機能が追加されています。これを使用するにはこのコードモーフ、通常の演奏とこちらコード機能のボリュームバランスを調整する必要があります。一番左でハーモナイゼーションのサウンドはなりません。右に振り切るとハーモナイゼーションのサウンドのみ、一つのミディノートからこのようにコードが演奏されます。このコードのハーモニーはこのボイス数に依存しています。例えば1にした場合和音の演奏が行われませんが、2にした場合は2和音、同じような考え方で3和音、値が5で5和音、調整することができます。このコードディチューンは先ほどのスプレッド、ピッチのズレをですねコード間で行います。このような適度な広がりを与えることができます。この部分はキーの指定ですね。このキーについて確認していきます。まずユニゾンを入れまして、ボイスが1、指定しているスケールはアイオニア、メジャースケールですね。そして選んでいるキーが C となりますので、 C メジャースケールということになります。 C メジャースケールの構成音は全て発見で演奏できるドレミアソラシドです。この機能を有効にしているときはスケール外のノート、例えば C シャープ、D シャープを演奏した際にも必ず指定したキーの構成音に置き換えて発音されます。 C シャープを演奏したとしてもこのように E のサウンドと置き換わっています。これも同様ですね、 F と置き換わっているという感じですので、ノートの演奏がスケールから外れることがなくなります。例えばこれ F シャープにした場合ですね、 F シャープのメジャーキーの構成音はこのような形、例えばこれ以外のノートを鳴らしたとしても構成音のノートに置き換えて発音します。和音の時も同様です。例えばこの部分3和音にしまして演奏してみますと
F シャープメジャーキーのダイアトニックコードが演奏されます。この際スケール外のノートを演奏したとしても F シャープメジャーのダイアトニックコードに代わって演奏されます。もちろんですね、この部分から他のスケールを選んだとしてもこの概要は同様となります。考えてもいなかったコード進行や構想のヒントにもなるかと思いますので、ぜひ切り替えて視聴してみてください。それでは次にベースサウンドを例に残りのボイシング機能説明していきます。ユニゾン系に関しては先ほどの説明と同様です。ユニゾン入れまして、ボイスを増やしたり、ワイドに広げたり、リチ音をかけたり、などが行えますけども、単音の楽器としてモノモードを選択しています。この時和音の演奏ができなくなりますが、このグライド、トリラーというものが使用可能になります。演奏の中のこの部分で用いています。一つのノートを演奏していて、それを切らずにノートを重ねると次のノートに飛びます。そして次のノートが終わった時にですね、トリラーを入れていると、現在伸び続けているノートを再び演奏します。そうしますと、このように滑らかで独特の演奏表現が行えます。その他、先ほどのコードトラックでも同様なんですけども、この部分から位相のリセットを行ってサウンドを変えることもできます。フリーランは位相のリセットがなくそのまま演奏されます。オシレーターのリセットをかけますと、このように重ねたノートの位相を合わせに行きますので、サウンドのアタック感などがしっかり出てきます。このリセットオールは、オシレーターの位相に加えて、フィルター、ディレイのバッファーもリセットします。求めているサウンドに近くなるものをご選択ください。それでは次にノイズやフィルター、エフェクトセクションを見ていきましょう。まずはこちら、中央のノイズセクション。2機のオシレーターが用意されています。この部分をクリックすると、ノイズの種類を選択できます。前作のマッシブと比較して、圧倒的にノイズプリセット、充実しています。現在選ばれているのが、最も基本的なホワイトノイズです。このボリュームで、ノイズ量を調整可能です。今、オシレーター切った方がわかりやすいですね。このようなサウンド。ノイズはどのピッチを演奏したとしても、同じサウンドが鳴ります。そのためこの下のピッチからノイズのピッチ感を決めていきます。例えばこのホワイトノイズを薄く混ぜるだけでも、サウンドに温かさや太さを加えることもできます。このようなノイズ系の他にもエンバイロメント、自然音ですね、バブル、レインなど特殊なプリセットも搭載されていますので、効果音作成や MA などでも活躍します。このピッチに対してエンベロープを適用して動きをつけるという手法も面白いかと思います。そして音作りで非常に重要になるのがフィルター。フィルターセクションはこの部分になります。前作のマッシブはローパス、ハイパス、バンドパスなど基本的なフィルタータイプ備えていましたけども、今回マッシブ X ではプリセットの中からハイパス、ローパスを選べるようになっています。各プリセット、それぞれ個性的なサウンドを持っていますので、フィルターでの音作りもかなり広がっています。今選択しているプリセットはモナークのローパスフィルター。このモナークはレゾナンスの効きが非常に気持ちいいです。選択したプリセットタイプに準じて、下のパラメータも変化します。モナークの場合、こちらゲイン。FM が搭載されていまして、さらに過激な音作り行うことができます。また次回の動画で詳しく解説しますが、これらですね、新たに搭載されたパフォーマーとの組み合わせ、非常に面白く使用できるかと思います。そして最後のエフェクトセクション。まずエフェクトは前半と後半2つに分かれていまして、各セクションで最大3つのエフェクトを立ち上げることができます。まず1つ目のセクションはこのようにディストーション、フリーケンシーシフター、リングモジュレーターなんですね。サウンドを過激に変化させるもの。そして後半のセクションではリバーブをはじめとした空間系のエフェクトが揃っています。
そしてディレイなど。前作のマッシブでも非常に人気が高かったショートディレイ系のディメンジョンエクスパンダー、こちらも用意されています。このあたりを駆使して柔軟にサウンドメイキングを行っていきます。これらを把握いただいた後、非常に重要になってくるのがこちらルーティングになります。オシレーターからのサウンドの流れを自由にカスタマイズできるため、サウンドメイキングの幅が飛躍的に広がります。次回は最終解説の動画として、これらモジュレーターの解説とルーティングの解説進めていきたいと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。